Hello everybody. This is Dr. Michi. 今日はあ摩擦音2つ勉強しましょう。最初はこの S の記号ですね。えー、口はあ、下先はあ上の歯の裏に近いところにあります。そして息だけを出します。スースーこれでいいですね、えー。次の音も口の形は全く一緒で声に すするとこの音になります例えば1番、ね「見える」という言葉の最初にこの音がありますね。その後口を横に引っ張って「シシこういう音になります。2番動物園はこの「ズ」のあと口を前に大きく伸ばす音でしたね。 言う、えー、に、えー、超音記号がついていますので、ズー、ズー、こんな感じになりますね。えー、っとお、英語のお摩擦音はこれで全て学習したことになります。えー、最初の1番から9番まですべて発音しますので、えー、後についてついてきてください。あるいはよく私の発音を聞いてください。 I, uh, number one, number two, number three, number four, number five, No.6 <Number> ジジジ No.7 <Number seven. S 2> ススス No.8 ナン n ー9フフはい、これで英語の摩擦音すべて学習したことになります。最初の ペアの最初の赤い印の方は無声音ですね。そして2つ目の黒い方は有声音で、どちらも全く口の形が一緒ということでしたね。最後の9番を除いて、そのことを覚えておいてくださいね。そして、このいつもよく勉強している発音記号ですけども、この発音記号というのはとても重要です。英語では、 International Phonetic Alphabet と言います、えー、この発音記号が分かればどんな、えー、ほとんどの外国語のどんな単語の発音も辞書を引いて、えー、発音することができるようになりますそして自分の発音は外国の人にとっても 通じやすすくなります実際にその音を出しているわけですからそして外国人の話している英語がよく聞き取れるようになりますだからとても大,大切です全部でだいたい50ありますまたあの近いうちに、えーえー、紹介したいと思いますすべてはい、えー、じゃあ,あのネイティブの発音をこの1番と2番 聞いいいいてみましょうアメリカののネイティブの発音ですあいいですすかははいどうでしたか分かりましたかあー今日の、えー え、摩擦音はそんなに難しくなかったですね。え、他の音と比べると。日本語のサシスセソのサーの最初の出だしとよく似ていますね。え、一番のこの音は。そしてその次の Z の音はザジズゼゾのザーの母音を取ったズの音に似てますね。ただ、あの、口の形だけ、え、ー 出し方だけ注意していつも言うように鏡で自分の口の形を確認して練習するようにしてください。Right. ああの最後にもう一つ付け加えたいことがあります。あ日本語で考えていれば例えば「Love」といえば「L」なのか「R」なのか分かりませんね。えー Love、あるいは、Love ラブといえば、こするという意味になります。ね。RUB。そして、ライスもそうですね。ライスといえば、LICE。え、チラという意味になりますし。Rice といえばあ、ご飯ですね。だからあ、日本語の母音は5つしかありませんが、英語はその3倍あります。で、あの、必ず、ああのカタカナ英語でなくてえ、英語の正しい音が出るように、 練習していってください。OK どき、That's all for today.We'll see you next time.Goodbye, everybody. じゃあ、次のビデオでお会いしましょう。さよなら。